久保さん今回囲うにしましょうかなんかね今プーチンのニュースでなんか身内がいなくなったみたいなうん魔女狩りをしたんじゃないかみたいな,な,んかなんかニュースがやってたんですけど囲われるって嫌ですね、うんまあ、僕たちはあの社会の社会に 囲われて会社に囲われて、親に囲われて、鳥籠ですね。まあ僕はドリームアカデミアのロゴは、その鳥籠か,から出る、自由に羽ばたく鳥さんをロゴにしてるんですけど、うん、なんか囲われるってやですね。うん。だからね、囲われたくないんだったら、あの、発信することですね。うん。 僕ね、ちょっとね、あのなんだあの、うん、なんか、お客さんを囲うっていうね、その顧客を囲うっていうのがあるじゃないですか。僕そういうのもあんまないんですよね。あの別にあの、なんだろうな、考え方としては、別に選択は自由だと。 もちろん僕はそのリピートして買ってもらった方があ僕の売り上げになるんだけど別にそのリピートして買うか買わないかはあなた次第であるとでもしリピートで買わないんであるならば、まあ、単純に僕のスキルがない単純にその響いてないもしくはもう見てないただそれだけの話でまあ新規で僕が集客すればいいだけだしまあ僕が頑張ればいいだけだしそうだからその 顧客を囲うっていう概念もないです、ねうん囲い込み戦略とかあるじゃないですか、ね、ビジネスで囲い込み戦略みたいなうんそうだからまあこれはねまあ有名な話なんだけどもあのスティーブ・ジョブズがねあのア,イアップルを V 字回復させた時に、まあ、iPod を出したわけです iPod がバーって売れてね いきあのちょっと一躍こう日の出をこう見るようになったんですけどその iPod を出すときにああのまあ、本来だったら囲い込み戦略でねまあその iPod を使うんだったら Mac を買ってねと iTune っていうのは Mac にしか入れられないよとだからその動機がねまあ a p アイえー、なんだそのマック買えみたいなねだけどその時に Windows の OS にもね、フリーソフトを作って iTune s をこう入れられるようになしたんですよね。だから Windows ユーザーでも我が社の,の iPod ってのは使えるよというふうにしたんですよね。で、その結果、まあ、バカすぎに売れたんですけど <laughs> 結果的にその、なんだろうな、囲わない方が売れるっていうね <laughs>。まあまあ、これはなんだ、あのー、 局地局地によっての戦略はちょっと違ったりするんですけどでもね囲わない方がいいんじゃないかなと思いますねうんそううんで囲う必要もないというかそこまでまあ売り上げボリュームもそんなにいなくても大丈夫なんでうんかだから逆に言うと囲わなくても勝手に僕の場合はリピートして買っていただける方がいるのでまあそのリピートしまくってる人には あの言ったりしますけどねもう,もうメルマガ解除しろっつって、ね、メルマガ解除しろって言ったけどメルマガ解除しないのはもう僕のあれとはないと <laughs> 3回ぐらいとか,なか結構言った人もいるんですけどそれでもやっぱ解除できませんみたいな、まあ、それはもうしょうがないも,うもう自分の意思だからねそれはね、まあ、まあまあいいんだけどうんそうまあだから見てる人がどう捉えようが僕はやるだけなんで 見てる人が離れようが、見てる人がどう捉えようが、僕がやるっていうことは変わりないですから。億万長者合宿も、ただ僕がやるっていうことは変わりないし、送るっていうことは変わりないし、まあ日々積み上げていく。ひたすら積み上げていくっていうだけですね。で、なぜ積み上げていくのかっていうと、まあ日々そのね、お金を稼ぐ上で、まあ、集客ですよね。集客のその、アクセスの流れを止めない。ストックしていく。 で、一人で僕はやってますので、ストックしていけばしていくほど、まあ楽になっていくと,いうことですね、うん。自分の分身作れば作るほどそれは楽になりますよね。うん。だからこの活動を10年、20年続ければ、多分まあ YouTube のアカウントがあれば、うん、まあまあまあすごいことになってんじゃないかなと。すごいことというか、まあまあ安定するんじゃないかなとは思いますけどね。まあ露骨にそのみんなの銀行側わかりやすいですね。もう取ってないけども。 3月1本も取ってないけど、3月報酬ありますし。うんう。あと、囲われたくないんだったら発信しましょうって感じですかね。はい。いってらっしゃい。